こんにちは、ことびれいはちはなです。こんにちは、ことびみやびまつです。カソケソンの秘密、なべしまたぬき、始まるよ。なべしまたぬき、なべしまたぬき、なべしま藩が無人寺に秘蔵していた伝説の文福茶釜が、ある日突然盗まれました。藩では犯人が妖怪、なべしまたぬきだと考え、狩りの網を張り巡らせましたが、なべしまたぬきはなかなか捕まりませんでした。しかし、ある夜、文福茶釜が藩の前に置かれ、その像に赤い巻物が置かれているのを発見しました。巻物には、文福茶釜を取り戻す条件が書かれていました。たぬき妖怪たちによる試練を受け、超越した者が文福茶釜を手にすることができるというのです。藩の武士たちは試練を受けることにしました。最初の試練は、猛獣に襲われることでした。武士たちは真っ向から立ち向かい、勇気を見せました。次に、武器が使えない闇の迷宮に挑戦しました。多くの仕掛けを巧みに滅き、武士たちは長老で進んでいきました。最後の試練は、なべしま藩から逃げ出したたぬき妖怪たちとの対決でした。たぬき妖怪たちは、文福茶釜を守るために力を合わせ、獰猛な鬼と化して襲いかかってきました。武士たちは、タヌキたちの団結力に驚きながらも、勇気を持って戦いました。そして、燃え盛る勝利の火花が散り、タヌキ妖怪たちは文福茶釜を武士たちに返しました。この後、なべしま藩では武士たちによって文福茶釜は守られ、万が一再びタヌキ妖怪たちの手に渡ることはありませんでした。